皆さん、おはようございます。小野坂正也のニューヨーク TV 始まりますよ。いびき、小野さん、今日はですね、はい、前回作りました、うん、小野さんがバカチューブを見て、はい、面白いと思って買ってきてくれたそうです。タミヤの、はい、こちら馬のね、工作機械、僕のライスシャワーちゃん、どこかにしようか分からないですけど色が全然違う。もう最終的にはもうこの尻尾のところにマジックでライスシャワーなりますから。そしたらライスシャワーになりますから、根性とスピードがありますから。あ、いいなぁ。ですが、今回はですね、いよいよあのタミヤさんからコースをお貸しいただきます。ありがとうございます、タミヤさん。はい、本当にありがとうございます。こちらのコース嬉しい、ね、すごいですね。そうなの、パカチューブで見たやつ。パカチューブで見たやつ。うわぁ、これをですね、はい、今回は走らせてみようと、うん、レースを、レースボクソレース。でも小野坂さん、これをほら3頭立てたから1輪余りますよ。あれ、気づきました。はい、もったいないです、これ。で、僕と小西さんだけでこれやってもちょっとね、はい、そうね、ゲストが、え、もしかしてゲストが、みなみ、みなみちゃん、また扉閉まってる、部屋のみなみちゃん、小西さん、みなみちゃん、小西さん、お姉さんの誕生日ぐらいのイベントがない限り、うん、すごいイベント来ません、来ません。上田さん来ない。パパチューブだよ。うちのマネージャーも上田さんを呼ばない。今日は正真正銘、二人きりです。どうすんねん、じゃあこれ一個余ってんの。そこで小西さん、はい、資格がやってきました。資格？ガーブーどうした、どうした、どうした、マサヤ、どうした。何の客さ。ブラートラー。あなた大好きなトラよ。前回言うてました、はい、シリーズいろいろあんねんな。カンガルーとか、そうそう、豚とか、カメとかね、ね、いろいろあるね、うん、言うてて、今回なんと、うん、マシーナルタイガー。お、マシーナ、あ、メカニカルタイガー。前回もそれやってるからね、小野坂さん。メカニカルタイガーさんが、うん、なんと小西さん、僕たちの資格としてやってる。おぉ、トラやん、もう完全に。もう完全にトラは、顔がトラです。え、ちょっと待って、その背中のとこにさ、はい、トラのさ、模様のシール貼っとる。ここの模様もトラ柄になってる。すげえ。え、トラってさ、一番の違いはもう完全に色が黄色です。黄色です。食べられちゃうやつです。え、あのほら、うん、この僕らの馬は、はい、ここにローラーがあるでしょ。はいはいはい、ガイドローラーが。いりません。トラは、うん、馬と違って4本の足をこう走っていきます。なので、ま、え、そんな姿勢を見てください。これスポーツカーと同じで、あ、シュル。そして安定性抜群です。風の抵抗全然受けへんやんと思ったら、顔がこう。ということで、はい、今日はですね、はい、こちらパカチューブのように遊んでみたいと思います。パカチューブ言うてもてるやん。ユン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 、始まります。はい、じゃあ小西君、はい、さ、もうコースが来たということで、はいはい、早速僕たちが作った前のやつ、うん、これを走らせてみたいと思います。はい、ここ行くよ、ここから、うん、走らせますよ、一緒に、じゃあよーい、ゴーゴー。え、ペース取れてるかな。ペース取れてまうの。あー、坂登らん、あー、坂登らん。でも俺の爽やか方から登るよ。ほら、ね、もう100出てちょっと待って、ここ考えなあかんな、これ。ちょっと待って、これ、これ前が軽いんやな、これ。そうやね、これ、ま、あ、これ前になんか、ここは大変なコースやで、小西くん。前になんかせな、これいかんな。これは単純にさ、モーターを強くしたらええって問題になるかな。あ、あいつミニ四駆の、ミニ四駆の重し持ってきた。嘘でしょ、あいつミニ四駆の、このガシャン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 ってなるやつ持ってきてる。そこまでして勝ちたいんか。あ、サイズ合えへん。あ、サイズが合えへん。競走馬って、うん、やっぱ足が
大事やから。そうやな。蹄鉄をちゃんと何それ、ラスに蹄鉄をちゃんとつけてあげた方が走るんちゃうかなって僕は思うわけですよ。もう蹄鉄ちゃうやん、そんな絶対前の重さやでこれ足りへん。これもうちょっと巻きたい、俺は本当は。全然軽い、前が。前ね、全然軽すぎる。そのさあコース、うん、割と厳しいねんな、うん、こんなに苦労するとは思わない。あーでも重心がこれほら、うん、見たら分かるように全部後ろに来てるから。あーなるほど、力を出すために後ろにやってんねんね。どうしてもそうなるよね。だいたい上り坂を上る仕様じゃないねや。結構重くしなきゃダメなんだよねこれ。そうだね。あくそ、穴の位置ちゃうやんけ。ちょっとこれで一回走らせよう。そう、いけいけ、おい、もうちょいや、もうちょいや、もうちょい見てくれ、この鍛えられた筋肉うちのライスちゃんめちゃくちゃ鍛えてるよ今。最高やないっすか。全然あかんやないっすか。そんなことするからですよ、そんなズルを。見とけ、これがお前ライスシャワーちゃんの力や。最高やな、ライスちゃん。完璧やで、ライスちゃんは。頑張れってもう話にならんな。もうお前のその改造話にならんな。笠松帰ってもうやり直してこい。これあかんなぁ、どうしたんやにゃ。笠松帰ってこい。一回、笠松帰れ。ちょっと重いか。あー、ちょっと重くしすぎたかな、これ。あ、いいよいいよ。まだこれ登れへんか。あ、登ってる登ってる。あ、ええんちゃう。グリップが来てへんねんな。いかにこれを走らせるかっていうレースだね。あんだけの傾斜がこんなにしんどいと思わなかったな。意外とあるんだよね、傾斜ね、あれ。うん、ああそうか、なんか登りようにはできてんからね、これ。これでも、本田さんあれかも、この段をちゃんと作ってもらったら普通に走るかも、これで。うん、結局グリップがないところに到達したときに走らなくなるから。よし、じゃあ小西くん、この辺でちょっとトラと競争してみよう。オッケー。
トラのスタッフ曰くトラめっちゃ走るって言ってたから、そうやん。トラ行きますよ。はい。あっさ。何や話だよ。何言うとんねん。お前これでお前モーター変えとんのかトラ。これでスーパーモーターなんこれ。なあ。ねやっぱサラブレッド舐めてはるよ皆さん。これサカなんか絶対登れんで、ね、こんなんで。こんなもんね。サラブレッドは地球上で最も速い、あれこいつ、坂すごいね。坂、ええやんか。なるほど。わかった。わかりました。じゃあ真ん中でいいでしょ。真ん中でいいでしょ。もう距離のあのマイナスとかなくていいよ、お前は。まず、トラをスタートさせて、トラがある程度来たら俺たちスタートしよう。うん。緑でいい。まず緑まで行って。あれこれ俺どこか、俺ここからか。あ、いいよいいよいいよ、ここでいい、うん、あ、いった、緑いった早く早く早く、せーの、どうや、どうや、ええ勝負してんじゃん、あ、ええんちゃう、ええ勝負してるよ、あ、よしよし、取ろう、早速取ろう、いけ、あーコースアウトや、よし君コースアウトや、よっしゃ、いけ、大振りいけ、大振りいけ、早い、大振り早いぞ、逆にこの段差がマイナスに作用してきているよっしゃ、オグリ2周目行け、よし行け、オグリ行け、早いぞ、早いぞ、よし、3周目、じゃあよし、いいよ、今度今安定してる、ええぞ、オグリええぞ、よっしゃ、トラ抜いた、ここは早い、トラ2周遅れやろ、あ、やばい、よっしゃ、よっしゃ、よし、ゴール、ゴールイン、トラの相手したってよ、何や、スタッフの作ったトラは、しょうもないのまず、このトラが行きますから、これ、蹄鉄外した方がいいかな、トラも、坂まで行ってええよトラ、そんなもん、坂まで行っていいよ、よちよちやな、あ、まあ、話にならんだよ、話にならん、相手にならんだよ、まあ、あんなもん、よし、じゃあ、行くぜ、レディーゴー、ウィー、いけ、おくり、あー、いけ、内回り、内有利、オッケー、あー、ちょっと待って、いけ、ライス、いけ、足が、よっしゃ、ええぞ、ライス行け、よし、トラブチ抜け、トラブチ抜け、やっぱりなんかちょっと速い感じくるもんね、スピードタイプはね、うん、あの、そうそう、歩幅が、あ、よし、いける、よっしゃ、3周目、これでトラに勝った、これでトラに勝てばいいんやろ、トラに勝て、よし、追い込め、オグリ、追い込め、よっしゃ、ライス、よっしゃ、これ、蹄鉄あかんのかな、いやさすがはタミヤさんですね、ミニ四駆の部品もぴったり合います、あえへん言うて、もうバカ言うこんなに重しつけなあかんねや、ものすごい筋肉ついてるから俺だってもうこんなんすごいやろこの筋肉、こんなんなったんやで、まあ、ミニ四駆のパーツやんですよ本当はなんかこの辺に乾電池1本ぐらい、うん、つけてもいいかなと思ったんですけど、こう、ここに切れ、こうね、こう、ここね、こう、そうそう、振動で取れる可能性あるよね、あー、早っ
そういうことか。いや、これぐらい重くした方がええんだ。ほら、すごいよこれ。いや、相当重くなあかんねえな。そんなになんか。これだったら普通にレースできるね。安定してきてるもんね。うん、ババが荒れました。ババ荒れ。ババが荒れました。いいよババ。ババ荒れましたよ。なるほど。こんぐらいの重さが必要なのか。これでも相当重いね。うん。え、どの電池使った？これ。レボルタ。軽い電池って何やったっけ？はい。うん。ライターセンター。ちょっとずれてる。なんか。ちょっとぐらいのズレを気にする男ではない。俺は完璧を目指すから、これでちょっと実験した。あ、だいぶ軽い。だから坂登るかな。坂やね、問題は。うん、あ、ちょうどええやん、ええやん。あ、ちょうどいい重量配分。あ、滑る。速っ、めちゃくちゃ速い。ここがちょうどいい配分が。ちょうどいいこれ。あ、もう完璧や。これ重量バランス完璧。パーフェクトや。オグリ、お前こそパーフェクトや。よし、ついに。果たしてお前たちの馬で私に勝てるかな。動物の頂点である私、虎に勝てるかな。おい、スタッフ、一番強い電池を持ってこい。エネチャイザー、これ世界一長持ちする電池らしくて、うん、パワーだとこのエボルタネオが一番ギュンって出るらしい。その方がいいじゃん。じゃあ、じゃあ虎は何が。虎はエボルタネオでいいんじゃない。こいつら書くなよ。おー、ハードル上げんな自分で。エボルタネオを得た俺様トラはもうお前たち馬の何かには負けねえぞ。よし、じゃあ行こう。アウトコースから行きます。はい、レディーゴー。さあ第1コーナーから第2コーナーへ。ーこれはいい勝負だ。頑張れライス、頑張って。いけ、オグリ、いけ。ライス、坂に行け。早い早い早い。頑張って、もっと。いけ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 。わあ、いい。あー、すごいすごい。ライス頑張って。ライス、ライス頑張って。まだまだ俺には叶わないよ。お前もう瞬間これや。ライス頑張って。ライス、いけいけいけ。オグリ、そこだ。ここで追いつかれる。ここでいけ、ここでいけ、いけ。ライス、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 オグリ、いけ。あー、いい、いい勝負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 。ライス頑張れ。いい勝負、いけいけ。ライス頑張れ。お前たちの力で終わる。あー、トラ入ってくんな。トラもう入ってくんな。勝てないぞ。よし、いけ、オグリ、いけ。ライス、いけ。ライス、最後いけ。ライス、いけ、いけ。お前、坂も登られへんようなってきてないで、トラ。おい、よっしゃ、オグリ、よいしょ。アウト変えるか。そういう問題で、これレディーゴー。ほら、ここの時点でもうスピードが違うもんね。だって、アウトコースやのに完全抜いてるからな。ほんまやな。よし、トラ、トラ抜け、トラ抜け、トラ抜け。スピードタイプはスピードタイプなんやね。スピードの男でいけんねんな。やっぱ坂とかダメやねん。速すぎて力が抜けちゃうんだな。トラ、うん、なんかお前赤ちゃんやん。よちよち歩きやん。ライス、怪我だけしないように、怪我だけしないように。ライス、よし、オグリ、いけるぞ。オグリ、いけ。最後、最後の坂登れ。ライス、登れ、登れ。よし、トラ抜け、トラ抜け、トラ抜け。ライス、怪我しないで。よし、いけ。
もう完全に俺の首が完全に力抜いてるもんな、これさあ、ということで、はい、今日はいよいよコースをね、走らせてみたんで面白かった面白かったね面白かったまあ、言うたらそうですね1000円ぐらいの馬やないですかこんなに、頭使って、うん、いろんなこと考えてそう工作するとは思わなかったね、うん、昔のおもちゃって、うまいこといかんかったらなんか自分で工夫して走らせたじゃないですか、うん、だから、ちょっと昔思い出して面白かったです、うん、皆さんもぜひやってみてくださいね大成功ですYeah, yeah, 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 明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。